はい、どうも皆さんこんにちは、こうへいでございます。ということでですね、まあ本日は雑談形式の、まあ、動画となりまして、でそんなね編集にも手を加えてない感じの、動画となってしまうんですけれども、昨日ですね、幕張メッセの方でですね、ランティス祭り、まあ本日も、そして明日日曜日もね行われるそうなんですけども、3日間でですね、ランティス祭りが行われております。そしてですね、まあ昨日のねデイ1金曜日の1日目に参加してまいりました。はい、まあ、3日目もですね、チケットが空いていたので、余ってたので、参加することになったんですけども、デイ1の方ですねとりあえず参加してきましたので、今回はですね、まあ簡潔にではございますけれども、感想の方ね軽くお話ししていきたいなと思います。まあそもそもねランティス祭り自体がね、僕初めてというか、あとこういうフェス形式のライブっていうのが僕ほぼ初めてと言ってもいいんじゃないかなと思います。要はいろんなアーティストが参加されるライブっていうのに参加するのがほぼ初めてのようなもんで、まあ、NHK の渋谷の音、2016年の、まあ、10月ぐらいだったと思いますけども、その時に初めてアクアが音楽番組に出演した時も、まあ、その時参加したんですけども、そのぐらいですかね多分。まあ、その時は確かフリップサイドとか水瀬いのりさんとか結構豪華なアーティストさんに来てたんですけども、まあ、そんな感じでちょっと参加してきましてね、いろいろと見てきました。で結構楽しかったですね。うん、同じレーベルということでね、いろんな結構有名なアイカツとかもね特に来ていて、その辺本当に楽しかったんですけどもね。あとスペゲスとかの時、まあ、スペシャルコーナーってものが、まあ、シークレットコーナーとして設けられてるんですけども、そこではですね結構カバー曲を歌ってくれてるアーティストさん、しかも本当にサプライズで来てくれたみたいな感じのアーティストさんもいて、で良かったですね本当に。まさかカバーをやるとは思わなくて、ラキスタのねもってけセーラー服とかカバー曲までやるぐらいだから、ちょっとびっくりしましたねそこは。うん、まさかこれもやんのかみたいな感じで。でこのねランティス祭りっていうのは、だいたい5時間もっとあるか、7時間ぐらいあるかなり長丁場なライブでございまして、途中ね休憩が2回か3回ほど設けられてるんですよ。もうそのぐらい長いライブなのでね、ちょっとね最後の方ね休憩入っていたとはいえど、やっぱりいろいろとねブースで盛り上がっていたってこともありまして、そんなに休憩ができず、6時半のね、まあ、最後の枠、まあアクアの場合はですね本当に最後の最後に1日目の場合設けられているんですけども、で最後終盤あたりにアクアの1個前にトゥルーが来たんですけども、トゥルーでですね良かったですよね。響けユーフォニアムのオープニングテーマを歌っていたので、あれね本当楽しかったですね。うん、ユーフォニアム本当いいアニメですからね。でまあねその歌歌い終わりまして、その後に、アクアがやってきました。はい、でアクアはですね今回まあ劇場版を歌いましたね。劇場版の挿入歌を最初ホップストップノンストップ歌いまして、その後ブライテストメロディー、そして MC 挟んで君の心は輝いてるかい、そしてジャンプアップハイ。ちょっとジャンプアップハイはねこれマジで予想してなかったんですけども、でもねまさかね劇場版をもう一回聴けるとは、本当にもう一回聴けるとは思わなくてね、良かったですねやっぱ。うん、フィフス以来っていうことだったので、まあとはいってもねつい数週間前にフィフスで見てきたんですけども、ジャンプアップハイもこれもねフルをもう一回聴くことができて、でその後ですね一旦まあ下がって、でその後はまたアーティストさんがね全員出てきて、スターティングスタイルだっけな確かっていう、まあ今回のランティス祭りのテーマソングをですねみんなで歌って終わるという感じだったんですけども、すごい新鮮だったっていうのもありますし、何よりこう本当楽しめましたね。なんかアクア単独のライブとはまた違った楽しさがあるというかね。まあ、ツイッターでは言ったんですけども、まあ、3日目ね、まあ、先ほど参戦するって言ったじゃないですか。1日目が楽しかったから3日目参加するみたいな感じに決めたんですよ。はい、まあなんて言うんだろう、その1日目ねもちろんライブも楽しかったんですけども、結構ライブの外でもね結構みんな盛り上がってて、それも楽しくて3日目も参加することにしました。はい、まあ何はともあれね3日目ね虹ヶ崎も来ますし、あとアイマスの方も来るらしいです。であとアイカツも来ますし、シャロン、アゼリア、ギルキスのユニットごとで、3日目は来ます。アクアはもう1日目だけなんですけども、3日目はね、ユニットごとで分かれるということ で、しかもそれに限らず、チョロモンズ、
小林さんちのメイドラゴンですよね。メイドラゴンの、キャストさんで組まれたあのユニットというかチョロゴンというのがありまして、であと SOS 団、これねでかいですね。 SOS 団来るからこれでかいなと思うんですけども、であとはまあジャムプロジェクトとかも来るということで、ちょっとね3日目ねかなり濃いので、3日目は3日目でちょっと個人的に楽しみにしておりますね。はい、ということでですね、まあ今回は、ちょっとねランティス祭り1日目にね、あの別れメッセの方までね、まあ参加をしてきましたので、軽くではございましたがちょっと感想の方でお話しさせていただきました。もしですねこの動画いいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録の方もお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。